レギオナルリーガ昇格の風景 FC、カールザイスイエーナは、ドイツの中部、チューリンゲン州の都市イエーナを本拠地とするサッカークラブである。旧東ドイツにおける競合クラブの一つであったが、東西ドイツ統一後は低迷が続き、一時はオーバーリーガにまで降格した。現在は、レギオナルリーガ所属。1903年に、工学機器メーカーカールザイスによって創設された。 第二次世界大戦後、ソ連の占領下で1946年に再興したクラブは、幾度かドイツ社会主義統一等の圧力によって、クラブ名を変えつつ、1951年に DDR オーバーリーガに昇格を果たした。1960年、カップ戦で SC エンポルロストックに勝利して、初優勝を果たした。旧東ドイツの DDR オーバーリーガでは、 1963年、1968年、1970年にリーグ制覇を果たした。その後も優勝は果たせなかったものの優秀な成績を収めており、また国内カップ戦でも4度の優勝を果たした。現在のところ、クラブ史における最大の栄光は1981年の UEFA カップビーナーズカップ準優勝である。この時は AS ローマ、バレンシア、 ベンフカといった強豪を倒しての決勝進出であったが、決勝戦では同じく、大番狂わせの果てに決勝までたどり着いたディーナも、飛びり死に1-2で敗れた。東西ドイツの統一に伴い、DDR オーバーリーガはブンデスリーガに編入されることになった。オーバーリーガの最終年に6位の成績を収めたイエーナは、ブンデスリーガ2部へと編入された。しかし、 資本力にまっさる旧西ドイツのクラブに圧倒され、1998年には、レギオナルリーガへ、降格。さらに2001年には、レギオナルリーガで18位となり、オーバーリーガにまで転落した。2005年、イエーナは、オーバーリーガで優勝を果たし、レギオナルリーガへと昇格。続く2006年には、レギオナルリーガ2位により、悲願のブンデスリーガ2部への復帰を果たした。 2006から07シーズンは最終戦を残した段階で降格圏内の15位にいたが最終戦に勝ったことで劇的な逆転で2部残留を決めた。2007から08シーズン、ブンデスリーが2部再開となり3部へ降格。さらに2011から12シーズンには3部で18位となり、レギオナルリーガーへ降格した。ありがとうございます。